皆さんこんにちは、スタイル DBC 涼介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。ありがとうございます。 BS ですよね。はい、 BS っぽくない。だいぶ変わったね。変わったねっていうか変わったよ、ね、変わったねっていうか、これは新しいモデルか。 B3 アイアン、B3 マックスだけど BC じゃない、ごめんなさい、245マックスアイアンなかったもんね。前今まで223と、そう221と。飛ぶね。このなんか後ろのこのネジネジの感じがなんか某プリセプトアイアンみたいだけど、これね、3つついてるじゃないですか、はい、あの真ん中だけサスペンションコアなんですよ。こっから見るとキャビニのとこから見ると分かるんですけどなるほど、高反発ってこと。フェースがあと2つはダミーなので、なんかね、カーボンがここに貼ってあって、はい、それでこう、なんか打感とかいい感じにしてるよみたいな。振動吸収あと重量配分とかでも有利だしね。上から見た感じは歴代のなんか BS のちょっとこう飛び系タイプのアイアンってこういうのだよね、うん、ちょっと細長い感じ、うん、なんだっけ、アイちゃん使ってたやつ、アイちゃんまでいかない VIQ か。でも初代ね、ダンボラは B のほらあの飛ぶ方のタイプのモデル名前が出てこないです。もう数字がいっぱい並ぶやつはもう無理よ。あれ中空だったけどこれはキャビティっぽい、ね。223HF とかそんなやつありましたよね。名前が並ぶの覚えらんない。顔はでもなんかいかにも BS って感じですよ。飛ぶね。打感は。これは。音は極上よ。ああそう、音がすっげえ良かった。柔らかいよ。へえ、こんなに軽くってザ飛ぶんだ。ああ打感は柔らかい。全然なんかそういういわゆる優しい系のキャビティアイアンのパチンっていう音が全然しなかったもんね。あの飛び系とかっていうタイプってもうちょっとこう荒っぽい過激ですよね。いや多分過去一柔らかいんじゃない、そのいわゆるロフトが立ってるタイプで言うと。あ、コブラがこの間良かったね。打感はめちゃめちゃ良かったね、コブラね。でもね、コブラよりもね、あの絹ごしな感じ、こっちの方が。もうちょっとこう、滑らか、ツヤツヤツヤな。ちょっと遠側に当たると、ちょっと弾く感じもしたけど、柔らかい。あとフェースが長いからなんか開いちゃうかなっていう印象もちょっとあったのが、開く感じはあんまないですね。おーいおーい、しっかりインパクト音ですよね。あのパチっていうそのちゃんと音はしますよね、うん、だけど手に伝わってる感触は柔らかくて、耳から聞こえてくる音はなんか割と固めな弾いてる乾いた音がするのに、手に伝わってる感触はなんかこうなんか樹脂的なものでなんかボールを打ってる樹脂と樹脂がみたいな感じで柔らかいのを感じて、おいいね、なるほど、これ弱者向きだね楽しみだな。あとこれ、うん、まあまあ、これガチシだ、多分大好物だと思います。これマジですか。シャフトどうですか。シャフトはドライバーとかと比べると、うん、そんなにこう特徴がないかな。ドライバーとかはやっぱそういうこうちょっとこう動く感じがすごいしなり感しましたけど、うん、まあまあそれが全体的な同じようなしなり方だけどちょっと抑えてるっていうぐらいの感じ。そんなにこうなんか手元は少し太めな感じはするけど、そんなに先が走る感じもなくちょっとポヨンって動くぐらいではいます。同じあれだよね、バンキッシュだよね。まあ球はちょっと打ち出しは高くなるのかなっていう、そんな動きです。これもちょっとダフっちゃう、ね、あれだよねスチールかなんかのラインナップもある、ね、ラインナップはあるんだけど、ちょっと今回用意できたのはカーボンだね、純正カーボンだけです。850かなんか純正スチールだったのか、ちょっと機材トラブルでスペックとか資料が見れないのであれなんですけど。いえ、そう、まだ解禁前だもんね。ちなみに
解禁前だそうです今まだ情報解禁前。なるほど、うん、だから詳しい情報はない、まあ、あのホームページをご覧くださいということで。でもそんなに前行くっていうよりは結構行くよね。いや結構本人的には前行ってる感じ。この速度で前行ってるなって。ああそう、ああ167だと思う、はい、俺はねちょっと打ったらね石井さんほど球が上がんなかったんだね。石井さんはこうやって打ったのまあまあ潰して打つからね。潰すからね、うん、こういうのをこうサッと打たせると、うん、なかなか私そうだね。その打ち方したいんだけどさ、ドライバーが飛ばなくなっちゃう。わあいい球。最近のほら若手プロはあんまりターフ取らないで薄めに行くっていうじゃないですか。170すごい。でも球はすごい柔らかいのと、まあバックフェイスのこのねネジ 3つのこの、うん、仕上がりは BS っぽいなとは思えないけど、うん、まあ、そういえばプリセプトでこういうのがあったなって思う。プリセプトもそうだし、ジクラブとかでこういうアイアン、ね、たまに見るよね、うん、だからこれ B って書いてなかったら一瞬 BS とは思わないかもしれないっていう感じは若干するけど、うん、顔見ると BS なのよ。ちょっと偶数、ちょっと重長、あとこのスコアライン2本に白いのが入ってるやつね。じゃあ、はい、例によって下からいきますか。一番お、よく分かんないでした。え P2 何それ。あれ駐車場みたいな。そうそうそうあの ANA 乗る方で僕最近 P4 が多いな羽田空港の駐車場の話をしております。 P1、P2 が JAL 側で P3、P4 が ANA とかの第2ターミナル側ね羽田に来ない人何してたか分かんないからねで、P5 っていうのはインターナショナルのあるあっちはいつも空いてる。でゴールデンウィークとか混んでる時は P5 に止めて電車で移動しました、ね、いつまで待っても入れないからね、うん、駐車場に予約しないと全部前だ。ソウルはでもすごい地面に当たった時抜ける感じがして、うん、つるっといく、つるっという、うん、打ち出しから行くね。そんなにスピン入ってる感じじゃない。打感肉厚な感じがしますね。あんまり弾く感じはしないのはピッチングも。P1 来ました。9000入ってる。はい。P1 来た。はい。第一駐車場と第二駐車場と。新しいね。P1、P2。そのうち今度 P3、P4 出てるんじゃないですか。もはや P1、P2 どっちがロフ立ってるかがね、数字だけじゃ分かんないですからね。一応その下に別売りで50度、56度っていうのもあります。そこはゴールド。あ、そこは数字なんだ。そうそう、下の数字は何？ AWSW か。そこまでいったら P3、P4 だったらふざけんじゃないと怒られるから一応やっぱアプローチが50で3度が56っていうのは。でも7番と比べるとピッチングとかがちょっとブーストの度合いが強くなるなって感じがするんですよね、うん、ちょっとね、ちょっとだけど。綺麗な顔で。いやーでも、もう今寒い寒い言ってますけど、花粉もひどいから今目が痒くて。あれ、おー軽やか、うん、ちょっと音が違った。 P1 打感がでもね、割と軽めっていうか、うん、7に感じたその超柔らかいというよりはちょっとこう弾き感もちょっとあるんで、なんか軽く感じますボールは。そんなに打たなくてもいいですよ。大丈夫ですか。浜ばばれがいい感じ、乾いた感じ。9番。いいですね。いいですね。いいですね。
前回の撮影でオノフ赤の間の中もいいねとか言ってたけど、これもまたちょっと違う味付けだけど、オノフ赤よりはこの B 245MAX の方がなんかもうちょっとムチッと感は強いかな。音もなんかムチッムチッてするでしょ。階段もできてますよちゃんと。8番。おもながだとさ、たまにほらちょっと落っこちるところが一発もないんだ。ないよね。ちょっとシャフトが柔らかいからダフるなっていうのはありましたけど。ていうかボールがね本当に曲がんない。この完成モーメントもでかい、ね。むしろ曲げに行ったらもっと曲がるのかな。曲がるのは曲がるだろうけど。ちゃんと階段がなんか球の曲がらないっぷりで言うとなんか G430 のアイアンみたいな曲がらなさを感じますけど、最後6番でも G430 アイアンと比べたら打感はこっちの方がムチッとこうなんか粘り気というか球持ちのいいかあの柔らかい感じがして、シャフトもあるかもしれない、それはあるかもしれない、カーボンだからね、シャフト の振動をこう抑えてくれる柔らかさみたいなものはあるかもしれない。おー、1番なんか6番はなんか弾く感じになる、ちょっと吹いたよでも、はい、うん、すげえ飛んでんだけど190ぐらいいかない、180、うん、でも飛んでるちょっと右、うん、右に前だって700170ヤード宣言っていう特集作んなかったっ、もうこれでかいこれでも全然なんか見た目よりも使い勝手がいいんですよ、うん、でも本当曲がんないね、うん、ちゃんとねキャリー10ヤードずつ、薄く当たってこれですよ球がアイアンっぽいちゃんとしたいい球、ほら、うん、ちゃんと安定してる、うん、マックスの場に恥じない、なんかこの手のアイアンが豊作ですね今年は。コブラ打感良かったでしょ、ちょっと飛びに物足りなさがあるって言いながらも、赤のオノフのアイアン良かったでしょ、で、まあ、今作のこの245MAX もいいでしょ、ゼクシオ X ゼクシオ X 一応昨年モデルってあるじゃないですか、まあ現行ということでは QI アイアンも良かったですね、うん、その中で言うとちょっとごめんなさい、正直 QI アイアンは埋没する感じが若干するよね、あ、そう、他がちょっと、うん、まあ、悪くはない、逆に言うとあれは平均点みたいな感じがするん で、まあ、で飛び系とかでもなんそうでもないからね、はい、うん、だから飛ぶ感じはやっぱり赤オノフとこの 245MAX とゼクション X じゃない、で飛びじゃなくてでも打感柔らかいねがあのコブラと、まあ、QIIR キャロイのあれ打ったっけ、あとはパラダイム AI スモークのアイアンとかも良かったし、そうだ、あれは HL はそう HL ボール上に上がるから、だから浮かない人はあれでいいと思うし、今年はなんか、なんかね、まあ、去年もね、オノフ黒とか、ね、いいねって話して、うん、結構去年も豊作とか言ってましたけど、アイアンは結構進化したね、ちゃんと目的別ですよね、うん、本当飛ばしたいのか打感良くしたいのかとか、うん、まあ今年あとあれだ、ブループリント S とかね、ああ豊作だわ、一応ブループリント S はオーダーしちゃったんだちょっと今クラブをちょっとこうちゃんと組み直して使えるようにしますけど、うん、誰向けですかこれは、誰向け、うん、どんな人におすすめ、まず肩肘張らずに楽しくゴルフしたい、クラブ優しいのを使いたい、コースでアイアン打つのあんま得意じゃないんですよって言ってるような、あの割とビギナーなあの若い男性ゴルファーとかにはパッと今進めたらいいかなって思いましたし、もちろんあの年配とかベテランゴルファーの方で、今使ってるアイアンがちょっとしんどいんだけどもうちょっと優しいのないのっていう方はいいと思いますし、歴代 BS のちょっと中空のタイプを使ってる方なんかでも、あの最新版どうなのよって言ったら試してみてくださいっていうぐらい、あの違和感は多分ないと思うし、
割とストライクゾーンは広いんじゃないかなと思います。で、まあ、バリバリ競技志向の人でも球の高さは結構出るので、まあ、その辺はこうその人のパワーとこの球の強さとの、まあ、差し引きどういう風になるかで、まあ、止まるか止まらないか変わると思いますけど、割とこれはストライクゾーンは広いと思う。あんまり球を曲げたいとか高低を打ち上げたいゴルファーにはちょっとトゥーマッチかなっていうような性能も感じますけど、打ってて本当に曲がらないし、ね、球の高さも弾道もなんかオートマチックにそこに集まっちゃうので、だから人間の自由度はすごい少ないけど、逆にクラブの方でガイドしてくれる感じは、まあ、とても感じるので、何より打感いいで、 BS のボールで打ったらもっと高いんだろうなっていうのをちょっと今思いながら、だから優しくアイアンが得意じゃないとかアイアンを優しく打ちたいとか、あんまりこう球筋よりはお願いまっすぐっていうようなタイプの人の方にあのメリットが大きいんじゃないかな。でもここから次のステップとしてもうちょっとシャープな方に行くぐらいのちょっとしたこう操作感は残してるねっていうところがいい味付けなんではないでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。